トゥ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 までのアビーはアンチコメントを恐れたアビーは先手を打ち注意喚起を動画の初めに載せたのだが、安心もつかの間、今度は尻のでかさをコメ欄に書き込まれるのであった。はい、腰の部分が完成です。後ろ、はい、こんな感じですね。で、今から両手を作っていきます。はい、とりあえず両腕つきました。ここまで来たよ、やっとって感じ。ちょっと疲れつったでもね、ペーネロに比べるとね、関節がすごいしっかりしてる。こうやってね、硬いんで安心感があるよね。肩もね、ほい、わかるかな、こんな感じでちゃんとしっかり入ります。いいですね。で、今回ね、合わせ目は今んところ、目立った合わせ目はないですね。気にならないぐらいのやつがあるんですけど、それぐらいかな。あとね、今回デスティニーはわかるかな、これ、こういうパーツが多いんですよ。この角が多いパーツっていうのかな、これとかそうなんですけど、こういう角が、多いパーツが結構あって、で、こういうのね、ちょっと実はこれ買ったんですよ。これ売ってて、ヤスリのこう板なんだけど、自分でこう紙ヤスリを両面テープで貼って、で、分かりやすいにシールもついたんで、これ貼って、面に沿って磨いてます。これでちょっとね、この角が際立つように磨いてます。これが結構めんどくさい。ヤスリながらやってるからね、結構時間かかるんだよね、今回。はい、っていうわけで、とりあえずね、ここまで来たんだけど、だいぶね、疲れちゃった。上半身がやっと終わったと思って、結構自分ではね、進んだなと思ったんだけど、ちらっと横見たね、まだまだパーツあるんですよ。でもすごいね、まだここなんですけど、めちゃかっこいいんで、気持ちは折れてないです。気持ちは折れてないんだけど、もうちょっとね、眠いんで、また日またぎます。はい、というわけで日をまたぎまして、でね、実は組終わらしときました。実はね、あれから数日経って、もうちゃちゃっと組んじゃったんですよ。ちょっとね、絵的には一緒なんで、ずっとこの私がね、下向いて地道にやってんのもなんか変かなと思って、もう全部組み終わっときました。で、頭以外はね、結構他はもう結構普通に組むことができました。ちょっとね、ちょこちょこと収まり悪いところはなったんだけど、全然全然許容範囲だし、頭に比べたら全く問題はなかったです。で、多分ね、これ見て、うすうす気づいてる人いると思うんだけど、前に紹介したメタルビルド、そっくりだよね。多分そっくりっていうか、普通にメタルビルドのディスティニーをかたどって作ったんでしょうね。わけで、ちょっと近くで並べて、ちょっと見てもらいましょうかね。はい、今2つ並べたんですけど、こっちがメタルビルドで、こっちがドラゴンモモコの、ディスティニーですね。もうパッと見は一緒ですね。はい、形はもう一緒ですね。艶あるとかないとかはあるけど、一緒です。はい、で、ちょっとだけ違いはあるんですけど、例えば、この羽の関節なんですけど、こっちはね、動くようになってるんですけど、こっちは
あのパーツがもう一体化されてて、うん、関節が死んでます。こっちは動かないんですよ。って言っても私ね、正直ここの関節が動かなくても、うん、大した問題じゃないなって思う。ここのね、こっち側のパーツは動くようになってるんで、全然羽のこういう微調整はできるんで、まあ、正直ここの関節が動かなくても私は気にならないですね。うん。あとは、まあ、細かいところは結構省略してる部分もあるんで、ちょっとずつ違うんですけど、まあ、全然気にならないです、私は。ただね、これのすごいって思ったところは、もう普通にプラモなんですよ。まあね、ちょっと何が言いたいかっていうと、まあ、例えば、まあ、ここら辺かな。この辺って一つのパーツで表現してるんですよ。まあ、あと、足もだね。うん、足も一つのパーツで表現してるんだけど、それに対してドラゴンモモコは、これ、一つ一つ、パーツが別々なんですよ。これ組み合わせて一つのパーツにしてるんですよ。これね、塗装がやりやすい。すごい塗装がやりやすいんですよ、これだったら。もうね、本当にね、なんて言えばいいんだ、このコピー技術っていう、このやる気とか、まあ技術もなんだけど、よくもまあ権利がないのにここまでやったなって、うん、思う。はい、とまあ、本体の紹介はこんな感じですね。で、一応ね、これ。はい。ついてたあのスタンドディスプレイの方もこんな感じで、ね、作ったんですけど、これってあれらしいですね、あの別の MG のスタンドらしいですよね、うん、私あんまりね詳しくないんでわかんないんですけど、まあ多分これもパクリですね。うん、でも正直かっこいいですで、ちなみにこっちがメタルビルドのスタンドなんですけど、うん、これ、なかなかいいおまけだなって思う。これも、まあ、塗装して、上に乗っけたら、結構いい感じに世界観表現できるんじゃないかなって思う。うん、これはなかなかいいおまけですね。で、まあ、塗装の方なんですけど、これね、もう、形とか全部全く一緒なんで、同じような塗装しても、また同じやつがもう一個増えましたってなるだけなんで、まあ、今回、こちらの塗装は、まあ、アビー初の専用ディステニー。アビー専用ディステニーをちょっと作っていこうかなって思います。まさかのね、初の専用機がパチモンっていう、まあなんとも私らしくないですか。うん。というわけで今回のね、ドラゴンモモコのディステニーはアビー専用機にちょっとしていこうかなって思います。で、私ね、前半の方でドラゴンモモコがとうとうこう訴えられて、この商品がもしかしたら買えなくなったかもしれないって話をしたんですけど、まあ、あれから数日経って自分なりに調べてみたんですよ。そしたらね、まあ、このデスティニー、まあ、ドラゴンモモコの中ではデスティニーと、あともう一つ、ストライクノワールがすごい人気だったらしいんですよ。まあ、この二つが、もう購入は無理みたいですね。私が調べた中だと、この二つはね、もう購入ができなくて、あとはこの売れ残った商品たちは、ね、もうプレミアがすごいついちゃってるらしいですね。もうね、全部押収しちゃったらしくって、でもその代理店も、この在庫がもうないから、ものすごいね、高値で取引されてるらしいんですよ。まあ、なので、このデスティニーは、多分私が最後にレビューする人になりますね。もう買えることはできないんで、私が最後にレビューすることになります。なのでね、まあこの動画を載せた頃には多分もうアンチがこうわんさか来ると思うんですよ。まあこれね、前にも作った時もわんさかもう偽物作るな、パチモンやめろみたいなすごい来たんですけど、多分今回もね、来ると思うんですよ。ただね、この、まあ、ドラゴンモモコって日本ではあんまり流通してないんですけど、海外ではめちゃめちゃ人気なんですよ。うん、ものすごい人気で、まあ、だからね、まあ、YouTube の中でも、まあ、人気のモデラー、まあ、海外の、まあ、私なんかよりもはるかに登録者数もいる人気のモデラーも紹介してるんですよ。普通にね、英語でドラゴンモモコって検索するともブワーってレビューとかも紹介してる人の動画すごい出るんですよ。でね、まあ、もしも、そのアンチコメっていうのは、批判コメントを書きたいんだったら、
まあ私がねこうパシッってくるようなもうグーでも出ないようなねコメントを、まあ、書いてください。どう書くんだったらもうねなんかね今まででパシッと来たことないんです。でもなんか全部がこうんみたいな感じなコメントが多いんですよ。まあ、例えば前にねまあこういう例え話が来たんですけど、私があの T シャツオリジナルの T シャツ作りましたよね。まあその T シャツを、まあ、違う人がそのデザインをパクってじゃあ販売したらお前は訴えるだろ、それと同じことだからなっていうまあ例えが来たんですけど、うん、それだったら訴えます。はい、それだったらまあ訴えますよ。だってまあその例えだと私がバンダイでバンダイだからまあドラゴンモモコは訴えますよ。うん、でもねその例えの中に私のポジションがないんですよ。うん、だからね なんかこう微妙な感じな、まあ、コメントが来るんですよ。だから、まあ、もしも今回の動画を出してもうしかもねこの古い順に全部潰してってそれでも言いたかったらもうこのパシッて来る、まあ、批判コメントをね書いてほしいです。だってねえこのもうなんかこう言い返せるコメントなのに私も言い返せないんだよ。だってもう言い返せないって約束しちゃったから。だからもうずっとモヤモヤするんだよ私は。もうねこんなねもう自分の言いたいことも言えない世の中じゃねポイズンなんですよね。わかりましたか。あでこれねよいしょ、これどうしようか正直ちょっと組むのがねめんどくさい、ちょっとだけめんどくさいんですよ。ただまあもしもどうしてもみんながこれのねあの仮組が見たいって言うんだったらまあ頑張っちゃうんですけど、まあまあやる気が出たらの話だね。やる気出なかったらどうしよう。これアビガの景品にでもしようかね。まあ、どうしてもみんなが見たいって思って私がやる気が出たらまあやっていこうかなって思ってます。はい、っていうわけでまあ今回のね動画はここまでにしたいと思うんですけど、まあいよいよ次回ねあの作業に移っていきたいなって思います。まあやるとしたらまあそうですね、まあ一回全部バラバラにしてあと合わせ目消したりとかあとはゲート処理かな。やれるとしたらそれぐらいかな。まあ、できたらね、塗装までちょっといけたらなって思います。まあ次回はそんな感じですね。はい、というわけで、まあ本日の動画はここまでにしたいと思います。最後見てくれてありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、See you next週! バイ!